ね。うなとうと私も購入できました。おさらいな。うなとうと可愛いですよね。今さっきうなちゃんと LINE してました。ミシャのクッションファンデまだ使ってます。下地はねちょこちょこ変えたりしてるんですけど、ファンデーションはそのままです。マコだマコブイマコに似た好き大好きだった。ありがとうございます。こんばんは、こちゃん、こんばんは、こんばんは。花見近くなりますよ。どういうことですか？花見の時期ってこと？花見、お花見はなんだかんだで毎年行ってますね。今年もさっきっていうかもう今もだけど、横山さんキャップと LINE しててお花見しようよっていう話をしてました。ピアスです。これまこちゃんのスチーマーってパナソニックのナノケア大きいやつ、小さい方のナノケア使ってます。イヤリング、リボンです。大きいよね。韓国行かないよね卒業後。韓国はあのデビューとかアイドルとして行くのはしないんですけど、あの別で始めるお仕事で今度4月かなに行く予定あります。4月頭に行きます。プロデュース48ぶりに韓国行くので、韓国語ちょっと改めて思い出さなきゃと思って最近ノートとか見返したりしてるんですけど、なんか懐かしいなってすごいね。そんなに別に言うて立ってるわけじゃないんですけど、まあ、でももうすぐ一番最初の多分 AKB 内でのオーディション始まったのは4月とかだったかな、この時期だったかな。なので約1年か。そう考えたらあっという間か。なんか懐かしい気持ちになりました。こちゃん大好きだから卒業しても永遠におすすめだった。ありがとうございます。鼻声、なんか鼻声っていうよりは声帯を最近もずっともう2週間ぐらいかな痛めてて、痛みとか辛さは感じないんですけど、ただ声がねちょっとハスキーとか出しにくかったり高い声がします。まあでも元気です。まこちゃんのおしゃれ本が欲しい。おしゃれ本ってどんなあれですか、あのなんだっけ、なんていうんだっけ、スタイルブックみたいなやつですか。そんな出せるほどおしゃれじゃないからな。どうだろう、これズボンです。今日ベージュのズボン入ってます。ナイデルです。 AKB 賞見ました。まこちゃん可愛すぎて卒業寂しい。ありがとうございます。寂しいって言ってくれるのが嬉しいです。でもね、あの芸能界っていうかみんなの目に触れるところには入れるように頑張るので応援してください。足服本か、なるほどね。確かに私服乗せる乗せる詐欺ですもんね。私は良くないですよね。こんにちは、まこじのほっぺた柔らかそう。そんなこと、私思ったより硬いで有名です。どこで有名か分かんないですけど意外と硬いですよ。
あ、ごちゃ天ごちゃ天の時はね、あの声帯痛めてるののピークなんです、あの時期本当に出ていいか出ちゃダメかっていう境目ぐらいだったんで、結構ひどい声でしたね。お聞き苦しかったと思います。あ、まこちゃんのインスタ見て可愛いと思ってこの間初めてココちゃんに会いに行きました。ココ本当にね、皆さんココのことをよろしくお願いしますSTU48 の田中ココが一押しメンバーです。可愛い、スタイルいい、私服可愛い、おしゃれです、めっちゃ仲良しなんです。化粧水らへんは全部ミノンのラインを全部バーって使ってます。今度ディズニーいつ行くの？ディズニーどうだろう、4月半ばに行けたらいいかなぐらい。どうだろう、わかんないです。4月中にでも一回イースター行きたいな。松江区はリンキーバイ島のナナさんにやっていただいてます。でも結構もう多分ほぼない多分今ゼロに近いですだからまつげは今ノーメイクです。あのインスタの松江区の投稿に詳細レシピ書いてるのでぜひ。じゃあ体型維持のために食事や運動が知りたい。今日初めてあのエステっていうんですかね、痩せる細くなるエステに初めて行ってきました。めっちゃマジで良かったので、これはあの後ほどっていうか明日以降に投稿で詳細載せますね。めっちゃ良かったです、本当に。来週も行くんですもうね本当に本当に良かった。足しびれた大学生になるんですけど、まこちゃんの服装参考にしてます。ありがとうございます、嬉しい。まこちゃんだって、はいはい寂しい、何がですか、寂しくないよ。ボディクリームはね、私はね皮膚科でもらったなんかねっとりしたクリームとミノンの化粧水を混ぜて使ってます。皮膚科大感謝、皮膚科様様。明日から東京行くんですけど寒いですか？いや場所によるんじゃないですかね。でも多分、どうだろう、めっちゃ日によりません？東京最近、東京だけかも分かんないけどめっちゃ日による感じ。あと夜はめっちゃ寒いです。どんなに日中暖かくても夜は寒い。お天気予報を見て気温を見て行くのが一番かもしれない。ごめんなさい。卒業までにまたすっぴんになって、何のお願いでしょうか。いて、彼女になってですって嫌です。ファンデーションはミシャ使ってます。まこちゃん見るたびに寂しくなる
本当そんなにですか。別に卒業してもインスタライブ全然するので見に来てください。あ、卒業の日程決まりました。卒業は5月12日の日曜日の卒業公演が最後になります。喉痛くないです。本当に憧れです。だってテレビで見た時すごい可愛いと思っていろいろこじまこちゃんのことしてすごく応援してます。ありがとうございます。優しい活力になります。今日食べたものをご紹介しますと、今日は朝起きて、朝っていうかもう昼ぐらいに起きて、ちょっと外じゃない、1回目のお食事はなんかバームクーヘン食べてバームクーヘン一かけこんぐらい食べて、ほんで4時ぐらいに鮭と煮卵とスープを飲んで、でエステに行って寝ます。今日は本当にあれです、しょうもないです。セブンイレブンのあのね鮭が大好きで、あの焼き鮭じゃなくて、クリストペン焼き鮭じゃなくて、あのねサーモンクラフトみたいな、なんだっけ、サーモンスプラウトみたいな、なんだっけ、サーモンの真空になってる鮭が美味しい、おすすめです。カロリー低いですダイエット中なのあ、おすすめのアイシャドウ、私最近アイシャドウをね変えたんです。パレットごとバビメロ使ってたんですけど、やっぱ大きくてポーチの中でかなりのねあの場所を占領してるってことに気づいて、まあ、薄いんですけど高さがあるから、高さというか横幅があるからちょっと入れづらいなと思って、これの半分ぐらいのサイズでいいパレットないかなと思って探して見つけて、今それ使ってるのでまたご紹介します。ちょっと名前忘れちゃった。まーこーちゃんだって。はい。花粉症じゃないです。東京で星見えますか？場所によると思います。ただめっちゃ都内とかだと全然見えないですよ。なんかずっと光ついてるし、ビルとかお店とかの明かりとかがあるから全然、そうじゃないとか、もうちょっと田舎の方に行ったら多分見れるんじゃないですかね。東京でもどうなんだろう。あんまり東京ででも星見ようってならないかも。星見るってなったら遠出のイメージかな。Jリーグマネージャーになってください、うん、もっと適任の方がいそうですね。いっぱい見てられるって優しい、みんな優しいな。超可愛いとかそんなことないんです。あ、彼女になってってめっちゃコメント多い。めんどくさいですよ、私なんか彼女にしたら多分嫌になりますよ。すぐ分かんないけど、今欲しい春服は何ですか？春服、私なんだかんだでまだトレンチ変えてなくて、トレンチ欲しいな。でもなんかどこも割と欲しいなって思って調べると3万とかするから、トレンチに3万かと思って結構躊躇しちゃう。お洋服ね、やっぱり可愛くても高いと迷いますね。
値段結構私の中で大事なんです。金銭感覚狂ってないので全然プチプラだとありがたい。しょうもなくていい、その方が幸せだ、優しい。いちごサンドイッチの波も通り過ぎましたね。そんなことないんです。じゃあダイエット中だからいちごサンドイッチ食べれないんです。今好きですよ、でもまだ大好き。足痛い。嫌なやつがいますね。チアリーダー部ってどう思う？え、すごいと思います。そういう、なんだろうな、みんなで一個のものを作るみたいなの好きです。これめっちゃ言われる。なんか前は小島子って感じだったけど最近まこちゃんって感じになったね。めっちゃ言われますそれ最近。どういうことなんだろうなって考えるけど、大人っぽくなったってことなのか、それとも卒業発表したから、なんかAKB アイドルの小島子っていうのじゃなくなって見えてるのかわからないけど、なんかそれ言っていただけますよく。どう、そうですか。すごい質問。給料いくらだって。実際にじゃあ同じお仕事をして確かめてください。春ピンクかわいい。カスタネのトレンチ持ってるよね。カスタネのトレンチ持ってるんですけど、あれは今季のものじゃないですね。あ、前髪いるかも悩んでたけど、もこちゃん見て切るって決めた。イエーイ。前髪、前髪、彼女にしたら絶対幸せランキング1位。マジでそんなことないと思います。みんな私をよく見すぎです。そんなことないと思う。本当に私の多分パーソナルなリアルな部分をしたら多分みんなね、多分ってなると思います。例えばめっちゃガサツですとか、大型だからめっちゃ大雑把な部分があるし、マイペースだし、マイのマイペースぐらいマイペースだし、すぐそっぽ向くと思います。多分おすすめしません。旅行行くならどこがいい？旅行はでも、海外もいいなって思うけど、今は割となんか国内温泉とか行きたいな。まこちゃんがしっくりくる、可愛いから嬉しい。じゃあ皆さん、まこちゃんって呼んでください。まこちゃんです。なんで卒業するの？やりたいことが見つかったからです。はい、ななさん、まつげ寂しくなってきちゃいました。助けてください。そろそろご連絡します。そう、まつげなくなってきた。昔の映像見返してます。大人になりましたね。まあそりゃそうですね。14歳受けて15でデビューして今21なので、まあ大人になりますね。あ、卒業旅行いいですね。確かに卒業旅行ね、いいですよね。卒
業旅行だったら海外、あでもな私温泉行きたいんですよね。温泉とか旅館が好きになってきました。 2,3 年前だったら、3年ぐらい前だったらなんか可愛いホテルみたいな、どっちかっていうと和室より洋室の方が好きだったんですけど、もう最近はもっぱら和室に魅力を感じます。畳、浴衣、温泉好きはいそう、温泉って良くないですか。なんか、うん、本当に疲れが取れるのはなんか温泉とかな気がします。わかんないけど人によるか。歯めっちゃ綺麗です。歯の並び笑顔かわいいです。ありがとうございます。矯正してます。何歳くらいで結婚したいとかある？あります。10年、それね、何歳ぐらいで結婚したいかはもう10年以上前から決めてます。ずっとブレないです、そこだけ。叶えます、きっとわかんないけど拾ってくださいが真子ちゃん好きで影響受けてます。嬉しい、姉妹揃ってありがとうございます。ぜひハマってもらえるように頑張ります。最近みーちゃんに会えてないんですよ。みーちゃん舞台のお稽古をしていて、舞台があるので私も見に行きます。楽しみだな。あ、今留学中なので帰ったら会いに行きます。ありがとうございます。気をつけて楽しんでください。お布団、卒業したらモデル目指すのだって。いえモデルさんじゃないです。私はモデルさんにはなれません。韓国デビューしてほしい、だってそんなスキルはないですYouTube 始めてほしい。これもたくさん言っていただきます。YouTube、 そうですね考えてます。食事制限しかねできてなくてやばいです。運動全然できない、ジム行かなきゃ。気持ちはあるんですけどね、行くまでがジムって大変じゃないですか。結構はぁってなりません？ふぅってなるサッカー見てます。この間見ました、代表戦。何かの発表とかは今バーって聞かれてもおそらく答えられることは一個もないので、ちゃんと、何、ちゃんと私の口から発表する日が必ずあるので、首を長くしてお待ちください優しいです皆さん、タイプですって言ってくださってる、ありがとうございますうん、可愛くて優しくて憧れ。私優しくもの可愛くもないですよ。そんな優しくて可愛い人になりたいですね。
服のセンス好き、ありがとうございます。服やっぱ載せないと。お尻が痛い、お尻が痛い。時間忘れてみちゃう。本当ですか。今10時50分。皆さん何か質問とかありますか。質問なんてないか。何かありますか。イッチ誰が一番好き。私イェジちゃんが大好きです。イェジちゃんのダンスを見てタラタラって覚えました。いつも何時に寝てるんですか。いつもねめっちゃバラバラです。私結構でも次の日のこと気にしたり割とする。いやしないな。私でもいつも基本じゃあ何時に寝ることの多い時間は多分1時から2時の間だと思いますが、一番多いんじゃないかな多分。ヘアアイロン何使ってますか。ヘアアイロンはヘアアイロンビョン。ストレートアイロンはモッツヘアで、巻くコテはクレイツの32ミリを使ってます。基本の私の髪巻くときはストレートアイロンでウェーブ作るかクレイツで毛先だけ巻くか。でも今日巻き夜まで持たせたいなって時は基本ストレートアイロンでウェーブすることが多いです。すごいみんな質問がいっぱいくれてる。日本語がおかしい。質問をいっぱいくださってる。ありがとうございます。すごいすごい。わあ。いつもブログ楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。髪型をさ片方にやってみてくれたりしないか。握手会で言っていただいていいですか。嘘ですよ。嘘ですけどやりません。はい。ナナと最近会えてないで握手会が最後じゃないですかね。最後に会ったの多分ナナに会うと安心します。韓国なおですか。違います。日本なおです。好きな色は白と茶色とピンクと赤かな。何歳で結婚したいかは内緒です。私が多分結婚した年齢がそれだと思います。お楽しみに。まだ先です。絶対何年も先じゃないですかね。これからどういう女性になりたいですか。なんだろうな。自分自身で言ったらやりたいことをちゃんとやってやらなくてもいいけど目指せてて、ちゃんと夢を持って目標を持って生きてる女の子、自分の人生を大切にできて周りの人を大切にできる女の子、女性になりたいです。はい。
エヴァグロードでした。めっちゃ良かったです。本当に感動しました。え、これ、これどうやってやってんだろう。ボンボンショコラ、はい、ブラックピンクさんも聞きます。好きです。マジマクチャロン、 マジマクチャロン、 I'm a falla baby、 You can really touch me、 踊れますよ、いっぱい。好きな曲は基本踊れるようになります。見すぎて。寝るときはパジャマ派。はい、パジャマです。パジャマ大好き。アイズワン、ラララララローズローズか、チュチュチャンチャンチャン。最近のマイブーム、マイブーム、なんだろう、最近のマイブーム、あ、鮭。あのセブンイレブンの真空パックになってあの鮭が好きです。美味しい、あれ本当に美味しい。でもね、今日エステの方に聞いたら若干やっぱ塩分が高いらしいので、サラダとかと一緒に食べるといいらしいです。でサラダのドレッシングは少なめの方がいいらしいです。はい、タピオカのアイス食べたら、タピオカのアイスってどうなんですか。タピオカ本当に流行ってますよね。みんな手にタピオカ持ってる。7割ゴンチャね。私はマンゴーミルクタピオカが好きか、黒糖ミルク。ティーがあんまね飲めないんですよ。韓国ナムジャグループの中で聞くグループ、私男性のね韓国のねグループさん全然わからなくて、逆におすすめあったらぜひ教えてください。ダンスとか見るの好きなので絶対レベル高いじゃないですか。だから絶対見たら絶対ハマると思うんですけど、多すぎて何どれを見ればいいか分からなくて、おすすめ教えてください。女性グループはもうめっちゃ見ます、すごい見ます。卒業セレモニーでする曲すべて決めて、全然決めてないです、まだ試行錯誤中です。メール送ってください。だ気が向いたら送ります。嫌なんですよ、無理やり思ってもないメール送るの。あんまり来ないで嫌気がさすようでしたら解約してください。ごめんね、カラコンしてます、最近買いました。ないですね、読んでないから何のことか分かんないですよね。自分の中で回答してました。あ、眉毛、眉毛もね最近すごい聞かれるんですけど、眉毛私めっちゃ生えてるんですよ。言い方良くないですけど、めっちゃ不自由ない程度に生えてて、整えるのも本当に少しなので、ほぼ自分の眉毛で眉毛マスカラするぐらいですね。この形このまんまです。色が違うだけ、黒いです。黒バージョンが本当に自眉です。パウダーを上からのせてぼかすぐらいです。
で何時間寝ればいいですか？4時間ぐらい寝れれば別に、まあ、1日全然いけますね。たまにでも寝ない日とかあります。寝れなかった、わははみたいな時あります。憧れの人、誰だろう。憧れの人、なんかすごい私多分変わり者なんですけど、あのこの人に憧れ、全然別人に憧れっていうよりも自分の思い描く自分の未来像に憧れるから、そこ目指していくぞって感じのタイプです。結構変わってると思います。変です。再犯いつですか？再犯はね、多分もう最終的な判断は大人の判断になるので、私もまあ最初ちょっと絶対あるよと言われてたので、あるよとみんなに言ってたんですけど、まあ、でもさこの間聞いた時もそんなようなことは言ってたので、毎回聞いたりとか問い合わせたりとかはしてるんですけど、最終的なのは本当大人の判断でしかないので全然言い切れないんですよね。申し訳ないんですけど、うん、今すからはケイト使ってます。何番だったかな、思い出せない、ごめんね。いやでも一回下まで行こう。めっちゃ溜まってました、すいません。これ下駄が熱い。はい、ちょっとアップ。なこちゃんのシースルーのやり方やってみました。ありがとうございます。ぜひやってみてください、簡単なので。なこちゃんの影響でピアス開けました。早くファーストピアス取りたい。本当私の影響申し訳ない、なんかそんなあれですか。でもピアスは本当私はおすすめします。楽なので、楽だし可愛いのやっぱ多いし、何よりね耳たぶ痛くならないから私は衣装の時本当助かります。イヤリングね重いと取れちゃうんですよね。取れるか痛くなるかどっちかだから、ピアスほど楽です、そういう意味では。あ、足が重くてこないしびれるの。かけようか。はい。ピアス何個ぐらい持ってるんだろう。数えたことないけど、でも何個ぐらいあるんだろう。でも20個、選択が変わった、20個ぐらいだと思います。多分、多分めっちゃ多分。
服を買う時のポイントは、着てる姿を想像してしっくりくるかどうかかな。そうです、私もうすぐ22です。もう大人だ今の言い方やばいですね結構下の歯は矯正しない、どっちもしてます。矯正してますよ。来月歯医者だ。ホワイトニングも行くんだ、そろそろ。洗濯機終わったけど大丈夫なんかこの人。イヤリング、そう、これピアスなんです。大きいですよね結構。なんかこういう大きめのリボンのピアスって珍しい気がする。これね、どこで買った？買ったのか、なんかもらったファンの人にね、もらった気がするかもしれない。忘れちゃった、ごめんなさいでもね、うん、いただいた気がします。ありがとうございます今の私ひどいですね、すいません確かだと思います。髪色教えて、髪色明日買いに行くので明日またあの載せます。今はねもうだいぶ落ちちゃった色なので、外で見るとめっちゃ明るいんですよ今。なんかね室内だからそう見えないんですけど、外で昨日見た時にえってぐらい明るかったのでやばいと思ってクソちゃんに LINE して、今日そろそろやばいっすって言って明日行くことになりました。歯医者さん、みーちゃんと同じ先生。そうです、みーちゃんと同じところ、柴山先生だよ。目が乾くな。今ニュースがやってます。ホワイトニングしみる方、そうですよね、いますよね、よく聞きます。私はあんまり思ったことないかもしれない、でもめっちゃ聞きます。それなんかメンバーでもよく聞く、ホワイトニングしみるんだよねって。前髪長めです、今見て、長いでしょ。ぴょん、やばいです。しかもあんま今日セットしてないからやばいです。でもちょっと明日どうしよう、前髪また伸ばそうかなって思うんですけど、卒業してから伸ばそうかなと思って今切ってるんですよね明日、そう、明日行きます。こちゃん卒業してもショールームやって、ショールームがね多分ね卒業したらねあのルーム使えないと思うんですよ。だからもしやるとしても新しいルーム作ることになっちゃうので、どうだろう、インスタライブとかの方が多くなるのかな今みたいな、ね、わかんないですけど、その辺は大人の皆さんの判断なんだあいんうん、やるほど、そうなんです、分かっていただけたら嬉しいです。11時9分、何時までやろうかな。
喋り方が好きですって。嘘だ、私ね喋り方ね本当に人にね言われます。変って、変っていうかなんかバカっぽいって言われるんですだからあんまり自分の喋り方を好きと思ったことないんです。だしいいって言われたこともあんまないし。髪の毛サラサラじゃないですよ、やばいです本当に。明日どうにかしてもらって、してもらわないと。もうだって毛先とか結構うんやばい。草ちゃんにお願いしよう。本当にもう一瞬で綺麗にしてくれちゃうんだから、してくれちゃうんだから何色にしようかな髪。でーん20分にやめようかな、あと10分。病院はイボーク東京っていうところです。草薙さんって方にやってもらってます。ヌンチンチャクシタ、クシタがもよヌン、イゴがヌン。イケメンの人って来てる。そうだと思いますイケメン美容師です、草ちゃん。ぜひ皆さんもイボーク東京行ってください私とおそろっちの髪型か、それとも自分に合った髪型、ぜひ草ちゃんに作ってもらってください草ちゃんイケメンの人ですかだって言っとくねそうだよって言うよ絶対お姉さんに似てる？お姉さんのこと見たことないでしょ。やっぽ？やっぽあにえよ。なんでこんな目乾くんだろう。ねえ。下が明るいんだよな。でもこっちだとね結構手を上に上にしてるから、はあ、花粉症じゃないんですよ私。私本当に花粉症っぽいんですけど、花粉症っぽいのにって言われるのもそれもちょっとよくわかんないですけど、花粉症じゃないんです実は。アレルギー体質だし花粉症ねありそうなんですけど、まだ大丈夫そうです。うらやましい。そうだよね、花粉症の人からしたら本当そうだと思います。もうだってさ、やっぱ身近にもさ花粉症、まあ家族もそうなんですけど花粉症の人が周りに多くて、本当にもう、もう見てるだけでこっちがなんかもう本当にみんなしんどいじゃないですか。メンバーとかも結構いるから、花粉症は本当になんかねえ思います。だって目もかゆくてお肌荒れちゃう人もいるからね、大変ですよね。花粉症でも認めないそういう人もいますよねたまに。私もでも割とそういうタイプか、絶対花粉症じゃないっていうと思う、もしそんな感じだとしても。
目ん玉取り出して洗いたいだって。もうそういうのもねよく聞く。お風呂のぼせ育てで出ましょ出ましょ。のぼせるの体に良くないです。ちょっと思ってチラチラ見るんですけど、ちょっと目薬遠いライブ終わったらしよう。あと5分だから。もうじゃあライブ残しませんライブ残すの恥ずかしいから嫌なんですよね。ペット飼ってますな。ペット飼ってません。ペットは実家にワンちゃんがいます。テレビが目の前にあるのでテレビ見てます。これピアスです。男のピアスはありですか？全然ありだと思います。でもね、私はねいっぱいはいらないかな。さりげなくアクセサリーをコーディネートに入れられる男性のファッションは素敵だなって思います。ショートヘアね。ショートヘアね。ショートヘアはあれなんです。25歳以上になって顔がもっともっと大人っぽくなったらしたいなっていう思いはあります。今はできないかな。そんなね多分ね似合わないんですよね。結構でも今髪長いんですよね。結構悪くないですか。だいぶ伸びた気がする。切ろうか迷うな明日。はあ、あと2分だ皆さん。ディズニーのアトラクションは C だったら、一番ってなんだろうな。でもタワーブテラなんだかんだは一番好きかもしれない。なんかやっぱりね私はあれが好きなんですよ。絶叫、絶叫マシン大好きだから、やっぱ C の一番の絶叫といえばね、タワーブテラじゃないのですか、じゃないのですか。だからかな、富士急とか行きたいです。ユニバーも行きたいし、行きたい場所がいっぱいあるよ。なな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 な、なタワテラ苦手って人多いですよね。なんかあれでしょ、心臓が浮く感じが嫌っていう人いますよね。トイレちびっちゃうみたいな人もいますよね。絶叫大好き。あー、レイジングスピリッツね。確かに、まあレイジングスピリッツ、確かに確かに、ジェットコースター系で言ったらレイジングスピリッツになるのか。コースターじゃないですもんね、もはや。あのタワーオブテラーは、あ、すごい偶然
ディズニーのニュースがやってる。並ばずスマホでファストパスだってめっちゃ便利じゃんかよ。あるといいなと思ってたよ。え、めっちゃ便利。そうそう、ゼロゼロ、一緒一緒ゼロ見てます。私も。あ、20分だ。じゃあ皆さん、チュン、お付き合いいただきありがとうございました。またします、インスタライブしますね。で、あと今日行ったエステ、もうね、本当に1日目から効果が出てすごかったので、明日紹介し、明日以降に紹介します。お楽しみに。ではお風呂入ろう。みんなもまだお風呂入ってない方はお風呂に入りましょう。歯磨きして寝ましょう。明日も頑張りましょうおやすみなさい。バイバーイ。